もっと美しい筋肉を作るにはどうすれば。おいお前、野球に興味あるか？ん？野球？まあ昔やってたことはあるが。それなら俺と一緒に草野球でもやらねえか。今うちのチームは人手が足りねえんだ。ほう、草野球か。別に入ってやってもいいけど、それじゃあ俺の願いも聞いてくれるか？なんだ？実は俺最近肉体改造にはまっててよ。それで都会の方ではライザップってのが流行ってるって言うじゃねえか。だからそこのプロテインが欲しいんだが、こんな田舎だとなかなか手に入らねえんだよ。ってわけで、もしそこのプロテインをくれたら一緒に草野球をやってやろうじゃねえか。ほら、これでいいか。おお、これがかの有名なライザップってとこのプロテインか。さ、早速食べてみてもいいか？おお、たぎってきた。体の底から力がみなぎってくるような。よし、この勢いのままあんたのチームで活躍させてもらうぜ。俺は川村隆夫ってんだ。よろしくな。怪我なってねえぞ。時間食っちまった。ちょっと飲んでいくか。キリュウさん、待ってたわよ。
一緒にどうだ。おお、なるほどな。おお、そんなことが。一緒にどうだ。ああ、苦労してるね。なるほど、大変だったな。ママ。へえ、すごいわね。お疲れ様。また来てね。また来るぜ。また飲みましょうね。初乗りを。かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウさん、絶対勝ちましょうね。
瀬戸牛ウォーリアーズ、プレイボール。散々偉そうなこと言っといて、結局はこの程度かよ。桐生キャプテンが入ってチームは強くなったんじゃなかったのかな。くそ、まあいい練習にはなったわ。悔しかったらまた挑戦でもしてくるんだな。どうせ結果は変わらねえけどよ。桐生さん、チームを鍛え直してメンバー増やしてもう一度挑戦しましょう。負けたまんまじゃ情けないっす。ああ、次は負けねえ。キリュウさん、行くぞ。ストライク、バットアウト。
かな。俺たちがこんな連中に負けるなんて。やったー、俺たちの勝ちっすね、キリュウさん。ウォーリアーズ相手にこんなざまじゃ、いつまで経ってもレジェンズの奴らには。ブラボー、いいですね。なんだあんた。チャンプ。チャンプ知らないんすか。元プロ野球選手のチャンピオンことチャンプ重永さんっすよ。いやー、ウォーリアーズが勝つなんてね、いいゲームでしたよね、ルーさん。そうですね。実はですね、我々尾道レジェンズというチームで草野球をやっていまして、そこで試合相手を探していたんですが、サンダースさんではちょっと物足りなくてですね。そこでどうでしょう、オーリアーズさん、近々私たちと試合をしませんか。ね、尾道最強と言われているレジェンズとですか。はい、あなた方はサンダースさんより強いようですし、ぜひお願いしたいですね。どうします、キリュウさん。特に断る理由もねえだろ。むしろ、俺たちみたいなチームにそんな強い相手が試合を申し込んでくれるなんて嬉しいことじゃねえか。確かにそうっすね。強者にひるまず挑戦するその姿勢、いいですね。それじゃあ今日のところはひとまず帰るとします。お互い万全の状態で試合をしたいので、サンダース戦での疲れはしっかり取っておいてくださいね。行きましょう、ルーさん。燃えてきましたね、キリュウさん。今の勢いのままレジェンズも倒しちゃいましょう。ああ、そうだな。バカかお前ら。俺らだって一度も勝ててないんだぜ、あそこには。いくら俺たちに勝ったとはいえ、レジェンズは元プロ集団、格が違いすぎる。そんなに差があるんすか。ああ、重永はもちろんだが、特にあのルーっていうバッター、あいつはやべえ。この前の試合では4打席連続ホームランとかいう化け物みたいなことを成し遂げやがった。4打席連続。ふん、まあコールド負けにならないよ、せいぜい頑張れよ。やっぱり元とはいえど、プロの選手ってのは相当な実力者みたいっすね。はあ、だが俺たちだって着々と強くなっている。決してかなわねえ相手じゃねえはずだ。そうっすね。俺たちのチームワークを見せつけてやりましょう。ああ。